ドラゴンフライトだとトピッチ。ヘルシンキの2007年大会にて、クラリアビーウリツェと75センツ。ベオグラードの2008年大会にて、クロアチアのユーロビジョンソングコンテストでは、クロアチアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。クロアチアは、1991年にユーゴスラビアから独立を果たし、1993年大会で、 初出場した。1993年から2013年までスウェーデン等と並んでクロアチアは毎年欠かすことなく大会に参加を続けている数少ない国であったが2014年から2015年は不参加となり2016年から復帰した。1961年大会から1991年大会までの間クロアチアは ユーゴスラビアの一部として参加していた。この間にユーゴスラビア代表として大会に参加した26エントリーのうち半数の13エントリーをクロアチアから出しており、ユーゴスラビア時代はその構成諸国の中で最も多くのユーゴスラビア代表を輩出している。ユーゴスラビア代表として唯一優勝を果たした1989年大会に 参加し、6組目を歌った、リバもクロアチア出身である。リバの勝利により、翌年の1990年大会はザグレブで開かれた。1991年にユーゴスラビアが解体されると、クロアチアは独立国として1993年大会に初めて出場した。クロアチアの公共放送である、クロアチア国営放送は、 その前の1992年大会のクロアチア代表を選ぶフェスティバルを催した。しかし当時、クロアチア国営放送は欧州放送連合に加盟しておらず、1992年大会への参加はかなわなかった。この時、もしクロアチア国営放送が欧州放送連合に加盟していたら、初の参加はマガジンのアレルヤとなる予定であった。 クロアチアの初参加は1993年大会となった。クロアチア代表として大会に参加したのはプットの Don't Ever Cry でこの曲はタイトルは英語であるがクロアチア語で歌われた。2008年までの間にクロアチアで最高の順位となったのは1996年大会でのマヤ・ブラグダンの すべたルバブ、および1999年大会のドリス、ドラゴビッチの、マリア・マグダ・レーナで、共に4位となった。クロアチア代表を決める、国内選考は、HRT ドラで、クロアチア国へ放送によって、毎年開催される。クロアチアから高得点が送られた国々、クロアチアに高得点を送った国々、中、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、 準決勝のものは含まない。ありがとうございます。